なんだよあの辺真っ黒クロスケいたいたね俺。はい、今回はですね、ついやるゲームを知らされてないんですが、そうでしょう。今日久々にねちょっと仕事超早く帰れんじゃんと思って、はい、それでいきなり紅茶さんをねこうやって配信誘ったわけなんですけど、いきなりすぎて紅茶先生に何のゲームやるかもちょっと聞かせてないんだよね、正直ちょっと申し訳ないんだけど。その状態でちょっと集まってもらってもう本当に申し訳ないんだけど、でお前どうせ暇だろみたいな、うん、多分紅茶来るんだろうみたいな、うん、多分今何もやってないだろうと思って声かけたら来てくれたんで。キャプテン翼やりたかったの？キャプテン翼やりたかったんだよな。あ、マジか。まあ、それはまあいいんじゃない？キャプテン翼。キャプテン翼かもしれないじゃん。あ、まさかのね。そう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 。まさかのキャプテン翼配信かもしれない。うん、配信かもしれない。というところでですね、それではゲームの方ですね。一応、とりあえずね、紅茶さんには、今回私がゲームをプレイしてる様子を、配信越しというより、ディスコードで共有してみていただきたいというところでございます。はい、何見せられるんだろうな。それでは早速ですね、はい、ゲーム起動していきまして。お願いがあります。はい。お願いがあります。なんかもうすでにやばそうなんですけど。部屋の電気をすべて消して、この画面だけを見つめてください。ふざけんな。寝ていいか？いや、部屋の電気できるだけね、うん、できるだけ俺画面から目そらしてるから準備はよろしいですか？よくねえよだから音量調整できねえじゃねえかこんなんじゃとりあえず僕は電気消しました。なんかゲームから言われたんでやる気ですね。このゲームね、なんかパッケージ見ると可愛い女の子が2人ね街を探検するゲームっていう風な説明を受けました。私ははい、それではですね、やっていきましょうかね。勝手にプレしてくれちゃんと画面見せてくださいね。ホラー NG って書いたはずなんですけど。え？ホラー NG って書いたはずなんですけど。いや、これホラーゲームじゃないかもしれないじゃないですか。かもしれない。いいだろ、これ。ふざけんな、マジで。よし、準備よろしいですね。はい。よくないです。これから決してゲームの画面以外に見えわけないです。当たり前の、マジで。ふざけすぎですもう。約束できますか？できます。できます。行きましょう。まあ俺がやってるわけじゃないから我々目そらしてもいいんだ。そうだそうだ。新夜回り。なんかこう可愛い女の子がなんか歩いてる感じありますよね。今ね、うん、手と手の隙間から見てるからちゃんと見えてないんですよね。女の子が男風呂に侵入した時じゃないんだからさ、ちゃんと見てもらっていいですか？よし、じゃあちょっとやっていきますかね。やってってください。はい。夜回りミッドナイトシャドウズ、もうすぐ、あ、ごめん、ちょっと紅茶呼んでもらっていいですか？これふざけんな画面見たくないの。いや、今可愛い犬の写真が写ってるから。名前はユキ。あ、ごめん、クリックしたら進んじゃった。見ないぞ画面真っ暗だから。 あ、待って、可愛い可愛い、ワンワン2匹連れてる。可愛いんだけど。1匹死んでんでしょ？1匹なんか怪我してるね。いや、だって今死んでしまいましたって日記に書いてあったじゃん。あ、ほんと？全然読んでなかった。ふざけんなマジで。画面見ろって言ってただろ。配信画面気にしてた。嘘でしょ嘘でしょ。えポイすんの？ポイすんの？え、埋めてあげな。さすがにそれライン超えとるが。つか左にもなんか変なクマさんおる。え、左にクマさんいないよ。いるじゃん。ええ、クマいないって。ほらクマいないって。え、この今のユッキーのマウスカーソルがあるとこクマのぬいぐるみ。ない、え、ないこいつさん、ちょっと嘘は良くないですよこれただの石もしかして。石でしょこれ。これでしょ。そう、それ、これ石だよ。クマのぬいぐるみに見えたあ、びっくりした。あ、かわいい。え、これ女の子かわいくない？これ JK かな。画面見てないです。お、反復横跳びだ。これあれじゃない、体力測定するゲームなんじゃない？あなたさ、ほんま絵描く。え、なんか動いてる、なんか動いてる。ワンワンかな。ワンワン、あ、ワンワン、怖っ。それ本当にさっきまでの犬か。いや、当たり前でしょ、ワンワン1匹しかいないって。え、投げた。
とバカがよ。ワンワン。じゃあ紅茶連れて帰ってきてよ、ワンワン。あー、かわいそう。え、これガーフのまま、ガーフとか救えないまま犬が襲われたら終わりではない？2匹目いや、襲われるわけないでしょ。女の子が探検するだけのゲームだよ。なんでそんなゲームにさ、目をそらさないでくださいって言ってるわけ、うん、あなたさ、いい加減気づきな、これがホラーゲームだってことに。いや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 、これホラーゲームじゃないって絶対。こんな可愛いワンワン出てくるんだよ、これ。体力速、あ、ワンワンって言ってる声が小さくなっちゃった。え、ワンワンって言ってんの？俺できる限り音小さくしてるからギリギリ聞こえてねえよ。なんてやろうな。Z で対象にアクションできます。Z。何するの？桜の木触ったらダメだよ。は？なんで？俺がワンワンを、違う、これ死に戻りするんだよ。リゼロ、リゼロ、これ。なんで急に死んだの、こいつ。もう、わけわかんない。あ、ほら、死に、あ、別の女の子だ。いるじゃん。え？いるじゃん。え？うん、帰ろう。急に怖くなったな。なんか決意を胸に、暗いから懐中電灯をつけよう。いやいや、懐中電灯つけるでしょ、暗かったら。なんでそんなの必要になるとこ行ってるわけ。俺の街はいつでも明るいんだが。眠らない街。この橋落ちるんでねえか。落ちないね。いや、マジありそう、そういうの。え、こいつ今画面見ました？すいません。いや、なんか可愛いのが映ってた。クマモンが映ってた。本当に？俺もね、うん、すげえすげえ超遠目に見てるからね。もう画面の端々まで見て。あなたトトロっていうのね。またクマモンいたな。なんかいるじゃんかよ、マジで。ふざけんなよ。クマモンだったよ、クマモン。手を繋いでくれる。ユリフィールドじゃん。これ俺 Z をずっと押しっぱで、これ手繋いとかないといけないんだけど。話したらいなくなるからダメだぞ。バイバイ。話すなよ。置いてかない。置いてかないで、ほらバカかよ。仕方ねえな。え、なんかドキドキしてる。え、不整脈？何がドキドキしてるの？うん、なんか心臓音聞こえる。ドキ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 。ごめん、ちっちゃすぎて聞こえない。おい。でもなんか画面も若干ね、ブレブレする。もう話すなって言う。いや、話してない話してない話してない。勝手にこの子が話したの、なんか振りほどかれた。春どうしたの？変な声が聞こえる。あ、俺らの声かな。俺の声聞こえちゃったかな。見に行ってみる？いいえ。いいえ。いいえ。うん。ざけんなよ。おめえに懐中電灯あっても春にはないんだが。私には懐中電灯があるから、私が見てくる。お前連れてけっつんだよ。そこの草むらに隠れてるってね。チーボーフラゲじゃねえかよ。ドワーオトロー。絶妙にうまいの笑って。この前トトロ見たからね。何のアイテム？赤いソード？リードだよ。え、転生したのマジで。死に戻りじゃん。これをつないでチャコやクロとお散歩に行くよ。このリードはなぜこんな場所にあるんだろう。お前のだよ。まあ、ふざけんなよマジで。いい加減しろよ。ちょっと、もっと、もっと、バッコかよ。あの画面でホラー要素出すか普通マジで。今の負け指出てくんの。
ゆい戻あ俺じゃなかった。んな短時間で帰ってこれるわけねえだろ。今あっちゃ大変なことになってんだよ。寝とけそこでもう。私もお前蛍光灯もなしにさ懐中電灯蛍光灯よし行くぞ。行かないでいいよ。もう怖い怖い地図出てきた。あたちの街って出てきたよこれ。どこにこの絵をあるか分かんねえから見たくねえんだけど。まあしてくれ。ですね、まあ、ここまであったのでお気づきかもしれませんけれども、このゲームはホラーゲームです。ふざけて NG 出してんだよ。おめえよ。いやホラーゲームやるの NG って聞いてたんで、じゃあ見るのは OK なんだなと思って。マイクいいじゃない。マイク越しに見てばっか開くなその画面。開かないでいいからマジで。確認って言われた。確認って言われたから。早く先行けっつの。懐中電灯拾ったんだって。早くクリアしてくれ。青いリボン、ユイからもらったお揃いのリボン、私のはスライドをしている。いいよ読まなくていいから早く進めよ。懐中電灯をつけてみよう。ふざけんなよ。いい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 いお客様とは許せないみたいな岩場出てきてほしいなこれ。逃げろよっせえな。スタミナないってこの女の子。ちょっと運動不足。ちょっと待って今なんかマーク出たの。なにバカ野郎。なにちょっと待って、いけないんだけど。ええあそこですか。あちょっと走って。なにそれ。なんか草むら入ったモード。あ汚い音が汚い。バレるでしょ。でバレたらホラーなんで、その勘弁してくれ。今画面見れてないからね俺ね。あおなくなったなくなった。もう絶対それ油断させてるだけだから。おい来ましたよ。お10円拾った。あれもう開くなメニュー。バカこれか。開かないでいいよ。何ですかこれは。松ぼっくり拾った。確認。なんでそんなの開く。バカ開くな。松ぼっくりでさ野球ごっこなんかする。もうちょっとした雑談にも参加してくれなくなっちゃった。ちょっとした雑談お願いはできないぐらい俺今ひよってます。これ一生収まらないやつじゃね。でも一生そのままでよくない。いや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 。そしたらゆいが見つけてくれるかもしれない。本当？これ絶対これ先に進んだ方がいいって。なんだよあの変なの。真っ黒クロスケいた。いたねあれ。いやいやお地蔵さんがないと多分セーブできない。ヤクザが…もう早く隠れろっつの。隠れる場所ない。お家はこっちだ。行くぞ。お前マジでふざけすぎ。またマスカデラックスが。なんだよマジで。いけ。でもなんかさっきのさ、ワンえー、止まらなくていいよ。俺止まってない。今なんかイベントだった。音汚ねえんだよなこいつ。マジ音汚ねえ。おいって聞こえてくる。君はあうんこしてったんだけど。うん？うんこ。うんこ手に取らないでマジで汚いから。何が起こってるの。何を拾ったのこの子。見なくていいからね。ボロのお守りを拾った。いやこれ見て右下確認って出てくるんだもん。社会見なくていいってば。社会人たるものやっぱ確認しないと。見なくていいよ。ボロのお守り。犬が加えてたボロボロのお守り。ところどころに黒い毛がついていてヨレヨレになっている。黒い毛どこの毛。
切ったな。私もお家に帰ろ。え、確認って出てる。確認。バカー、もう見なくていいってば。あ、地図だこれ。セーブしました。いや、ことは近くで何かが起こるってことじゃん。いやいや、そんなわけないでしょ。そんな露骨ないよ。そんな露骨にあるわけないよ。上なんだろう。うわ、これお家どこかわかんないやつでは。もうだからマンホールには近づくなって言ったじゃん。あ、 Z 押したら返してくれたわ。石。不用意に近づかないのの藁っぽいものに。なんでだよ、もうふざけんなよ。もう今すぐ消せ。え？何回だ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 。バカバカバカ、早く隠れろよ。隠れる場所がないよ。まだ追っかけてきてるかい？追いかけてきてる。戻らなくていいの。いや、もういない、もういない、もういない。大丈夫だ。あれはなんかランダムで出現するやつなんだな、多分。あら、なんかドキドキしてきた。求心状態。なんかいるよ。なんかいる。なんか。でかいでかい、近づくな。き。なんこれ。ひも。なんかチンチンブラブラしてる。うん、チンチンだねこれ。これチンチンだよ。なんこれ。何、自販の下から手が出てくるの今度は。おい、10円。なんかなんかなんかゴリラ。ゴリラゴリラゴリラ。ゴリラもう襲ってきてない、まあ、意外となんかあれだな。意外とあいつらあんま追ってこないな。もっと俺を楽しませてほしい。なんでそっち戻るの。あ、くそ。止まれって書いてあるよ。止まれよ。うん、偉いね偉い。これね、警察待ってたらそっちの方が一番怖いからね。止まれ。ダム工事で死んだ人の。お前ふざけすぎマジで。もうふざけんなマジでさ。今日一ビビったわ俺も今。俺初めて、俺ホラーゲームで一番ビビった。今ね、全身の筋肉がこわばった。さっきから俺ずっとだけど。あ、今日一幸せ。え、それ家の方合ってるそれで。いや、多分地図見るから。うい、やっぱ多分ね、橋渡った後なんだと思うな。この橋の感じいいな。この両端のさ、この柵めっちゃ良くない？いいね。なんか近づきすぎると何か起こるかもしれないよ。いや、俺なっつってんの。なんかいない、なんかいない、なんか下の方、なんか家の前にいるな。うん、なんかデビルガンダムみたいないる。ブラックパックいるじゃん。家の前にいますね、あれね。いますね。さっきもなんか道塞いでる系のやついたよね。イベントなんだ。え、おそこ、超豪邸じゃないこれ。また明日無事に会えるよね。早く帰ろ、お家に帰ろ。でんでん。お、なんでもう閉めないの。おお、もう怖っ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 。読んでください。吐いてるものがおかしい。もう読んでも自分で。こう、僕の夏休み8月32日って感じするね。なんで地図に書くもんじゃない。花火の夜、今日は花火の日。でも帰り道で見たことのない生き物に出会って襲われて、ユイとははぐれてしまいました。ユイは無事に帰れたのかな。いろんなことが頭に浮かび、今夜は眠れそうにありません。寝ろ。かわいいじゃん。じゃあ今日この辺で終わりにしておきますか。わかりました。精神の持ちそうにありません。ということで、こんちゃ先生お疲れ様でございました。はい、今日の新夜回りどうでしたでしょうか。騙されました。
というところで、これからですね、ちょくちょく私が早く帰れる日にお呼び立てしますので、はい、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日の放送はこれにて終了とさせていただきます。ご視聴していただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今まともに言えてないじゃないの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。